どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。緊急事態宣言が出まして、私もフィットネスクラブでのお仕事がなくなりました。なので毎日自宅にいて、映像の編集、読書、あと映画を見たり、あとは、オンライン飲み会ですね、で友達とコミュニケーションを取ったりしながら生活しております。今日はですね、せっかくですから公園でワークアウトというのをちょっと日課にしていこうと思いまして、その様子を撮っていこうと思います。皆さんもぜひ外で体を動かしてみましょう。まだ運動始めてないんですけど気持ちいいですね。それでは早速行ってみよう。まずはこの段差を使ってボックスジャンプもどきでもやっていこうかなと思います。だいたい僕の太ももの真ん中ぐらいの高さですかね。10回3セットまずやってみようかな。きつい。普段あんまりこういう飛んだり跳ねたりっていうのをやってないので、なんか足つく場所を少し戸惑ってしまったり、着地した後すぐジャンプできなかったり、新たな課題というか、やっぱり飛んだり跳ねたりですな、やった方が良さそうですね。きつい。ちょっと休憩。はい、というわけでだいたい40分ぐらい運動したかな。結構いい運動になったと思います。でだんだん午後1時ぐらいを回って、人数がだんだん公園の、人数が増えてきたんで退散したいと思います。自粛期間中はできるだけ午後2時を回るぐらいまでは何も食べないようにしようと思って、運動してると時間も潰れるし食欲も少しなくなる感じがするし、いいかなと思います。ただもう目いっぱい追い込みたいんだったら朝一に来た方が良さそうですね。はい、勉強になりました。でも初回はこれぐらいで十分かなと思います。いきなり思いっきりやりすぎるとしばらく筋肉痛がひどすぎて運動できなくなっちゃうんで、今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。バイバイ。